の通り、ライオンは飼い猫と同じ猫科の動物です。1970年代、アルメニアの首都バクーに住むベルベロスさん一家は世界中で一躍有名になりました。彼らはごく普通のアパートでライオンを飼っていたからです。ベルベロスさん一家は動物がとても好きでした。主人のレフ・ベルベロスさんはそれまでに猫、犬、オウム、ハリネズミ、アライグマ、ヘビなど様々な動物を飼育していました。ある日、レフさんの妻ニーナさんと子供たちが動物園に行きました。ライオンの檻の前を通ると、そこでは弱った様子の子供のライオンがじっと動かずにうずくまっていました。その時、ニーナさん自身驚いたことに、実に独創的なアイデアがひらめきました。ニーナさんはこのライオンの子供を家で看病したいと思ったのです。意外にも動物園の飼育員や管理者はあっさりと同意しました。このライオンのこの命はもう長くないと考えていたからです。しかし、何事も私たちの考える通りに進むとは限りません。ベルベロスさん一家はキングという名のライオンの子に特製のミルクを与え、ほとんど動かない前足をマッサージしてやりました。後にキングは有名なソ連映画イタリア人たちのロシアでの冒険に出演しますが、そこでも少しぎこちない歩き方をしているのがわかります。キングは驚くほど優しく愛情深く利口に育ちました。普通の飼い猫よりもずっとおとなしく聞き分けが良かったとさえ言うことができます。キングがある程度大きく元気になってきたところで、ベルベロスさん一家はキングを動物園に戻そうとしました。しかし、家族が去るとキングはとても悲しみ、家に帰りたいと泣き続けるので、結局ベルベロスさん一家がキングを引き続き飼育することになったのです。その後、ベルベロスさん一家とキングの物語がマスコミで取り上げられると、彼らは一躍有名になりました。ベルベロスさん一家と暮らすキングの姿を捉えた写真集も出版され、またキングは何作か映画にも出演しました。サンクトペテルブルクでの撮影中、キングは近くの学校に控えていました。そこには撮影の合間に自由に走ったりのんびりと休憩できる大きな体育館があったからです。ある時、体育館のそばを通りかかった学生のカップルは窓越しにライオンが中にいることに気づきました。男性はふざけて窓の外からキングをからかい始めました。キングはガラスを割って窓から外に飛び出し、男性の近くへ出てきました。一緒にいた女性は驚いてパニックを起こし、ヒステリックな叫び声を上げました。不運なことに、近くにいた警察官がその声を聞いて駆けつけたのです。飼い主のレフさんが撮影場所に戻ると、キングはもう息をしていませんでした。キングと仲が良かった犬のチャパは友の後を追うように、事件の数日後に息を引き取ったそうです。当時、ソ連で最も有名だった先進的芸術家のアーティストたちは、なんとかベルベロスさん一家を慰めようと、新しいライオンの子を見つけようと運動を始めました。しかし、当の一家はこの考えには否定的でした。キングは彼らと特別な運命でつながれた存在であり、どんなに探しても、どんなにお金を出しても、キングほど愛情深く従順なライオンなど絶対に見つからないと思ったからです。実際、ベルベロスさん一家はキング2世をプレゼントされましたが、当然のことながら初代のキングとは全く異なるライオンでした。それから数年後、主人のレフさんは静かに息を引き取りました。それにより、キング2世の扱いは極めて難しくなりました。ある日、ニーナさんが餌を運んでくると、キング2世は突如2階から飛び降り、起き上がろうと足をバタつかせた弾みでニーナさんをなぎ倒しました。そこに息子が駆けつけ、キング2世を落ち着かせようとしましたが、キング2世は彼に襲いかかったのです。悲鳴を聞いた近所の人々が警察に通報し、銃を持った警察官がやっとのことでキング2世を捕獲しました。ニーナさんと息子は急いで病院に運ばれました。残念ながら手当ては
遅すぎました。数日後、意識を取り戻したニーナさんは息子がこの世を去ったことを知ることになります。その後の数年間、ニーナさんは重いうつ病を患い、娘の存在だけが彼女をこの世にかろうじてつなぎ止めているような状態でした。その後のニーナさんは過去に起きた全てのことを完全に乗り越えることはできませんでした。2012年、ドイツ人のバレンティン・グリューナーさんはライオンの子供を地から救い、ボツワナにある野生動物公園内で育てています。グリューナーさんは話します。このライオンが保護されたのはおよそ3年前で、それ以来私はほとんどずっとこの公園にいます。仕事の関係で数日間街に行くこともありますが、基本的に私はいつもここでシルガと一緒にいるようにしています。彼は保護したメスのライオンをシルガと名付け、まるで自分の子供のように世話をしています。この地域では家畜の牛がライオンの被害に遭うことがあり、農家がライオンを駆除することがあります。シルガは兄弟たちと一緒に農家の元で保護されました。グリューナーさんは話します。檻の中のメスライオンはすでに2匹の子供を殺していて、生き残った1匹も育児放棄されていました。シルガはまだ小さく、生後およそ10日ほどでした。農家のビリー・デ・グラーフさんは生き残った子供を野生動物公園で育ててくれないかグリューナーさんに頼みました。グリューナーさんは同意しました。彼は話します。隅っこに可愛いライオンの子が座っていました。小さいもののすでにとても活発でした。まだまだ大きくなるので育て上げるのは容易でないことは分かっていました。彼の予想を裏切らず、シルガは大きく成長しました。それでもグリューナーさんがケージを開くと、いつも大喜びで彼に駆け寄り、両足で彼に抱きつく姿は変わりません。彼は話します。現時点ではシルガはケージにたった1頭でいます。だから私のことを唯一の仲間だと思っているのでしょう。ライオンは群れの仲間とコミュニケーションをとる動物です。ですから私に会うと仲間に会えたと思って喜ぶのでしょう。シルガにはあえて狩りの仕方を教える必要はないと思っています。猫や犬のような動物でも狩猟本能をしっかりと持っています。人間がわざわざ教えなくても、飼い猫は小鳥やネズミを捕まえることができます。成長すればライオンだって近くにアンテロープを見れば捕まえようとするでしょう。グリューナーさんは農夫のウィリード・グラフさんが寄付してくれた500ヘクタールの土地で、シルガが安心して暮らせる小さな自然公園を作りました。彼が最終的にシルガを野生に戻さないことにしたのは、狩りができないからではなく、人間を恐れなくなったからです。グリューナーさんは話します。今シルガを話せば、おそらく自分から人間に近づいていって撃たれて死んでしまうことでしょう。この公園内ではシルガは人間に遭遇することなく、野生に近い環境で暮らすことができます。この先他のライオンがいるもっと大きな公園に引っ越しさせることができたら、私はもう少し自分の時間が作れるようになるのですが、まだ当面のところシルガには私の助けが必要なようです。さて、今回はここまでです。ぜひご意見やご感想をコメントにお書きください。ではまた次回お会いしましょう。